はい。えー、それではやってみましょうね。えー、っとね、クロッキー帳に書きますね。はい、クロッキー帳です。ここにしようかな。今日書くのはね、えー、ね、白い紙いいでしょ箱です。ね、小さい箱ですよ。 この立方体を描いてみますね。でも、ただ描くんじゃなくって、こうやって蓋を開けて、ほら、こうやって。この方が面白いよね。光がこっちから来てます。だから、ここが一番明るい、二番目、三番目。中は暗いもんね。こういうね、立方体に対するね、光と影でね、いろいろ描いていきたいと思います。 さらに中にね、この青い緑のリンゴを入れますよ。さ、ねではやってみます。この辺に書こうかな。まず箱を描きますね。はい。最初ざっとあたりをつけてから、描き始めます。こうね。 まず直線をね、箱の寸法よりももっと長く引くようなつもりで、ね。そして、こう、鉛筆は軽く持って、えー、手を大きく動かしてね、ほらほら、こういうふうに、ね、この蓋がパタッと閉まるイメージで書いていきます。ここにも小さい蓋があったんですよね。 こんな感じ。向こう側も斜めに少し蓋が見えてます。そしてね、さらにね、この箱のね、見えない内側まで想像して書いておきましょう。そうすると、ここにリンゴがこう入ってるんだなとってことは分かりやすくて、このように書けるんですね。こういうふうにね、実際に見えないとこもね、見えるように、投資法っていうんですね。 さあ、じゃ形は描けたので、ここに、今からね、日向と日陰を加えてみたいと思います。いらない線をちょっと整理しましょうね。では書きますよ。シュッ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 とね。ねこういう線をこうやって組み合わせて、こう書きます。1、2、3でしたね。だこ一番明かり。 ここ2番目ですね。ここも、シュッ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 と、こうやって線を組み合わせて、そしたら2番と3番目の境目をちょっと強く暗くして、もう一度3番目を線を重ねます。ほら、1、2、3。っていうんできたでしょそしたらね、こう柔らかい紙で軽く擦ります。そうすると鉛筆の線が落ち着いて、ほら、 三つの目案に見えたかなうん。いいですよね。じゃあ、今度は内側です。ここはあまり日が当たってないから暗いだったよね。ここの蓋のところ。だからこのくらい暗くして、内側の暗さ、ね、随分暗かったですね。だからリンゴの形を残して、ここグッとね、筆圧を強くして暗く塗ってしまいます。 ここが一番明るいんだよね。そしてリンゴもちょっと塗りましょう。こうだよね。さあ、どうだろう。リンゴが少し中に入ったように見えてきたかなうん。ね。はい。リンゴ入ってますよ。ね。この蓋、蓋の影がね、このリンゴのここに落ちてきます。 こういうね、影が落ちるっていうのは大事なのね。投影と言います。さ、その投影も意識しながら、だからリンゴの影が今度はこっちのね、ここの壁にも落ちるんだよね。こういうとこなんですね。光の影響っていうのはあっちこっちに及ぶわけです。ここをちょっと捉えると、ね、箱の中に入ってるよって感じがちゃんと表現できます。 さあ、リンゴがね、なんとなく見えてきたでしょで、今度はリンゴの丸みを大事にね、調子をつけてからまた柔らかい紙でそれを落ち着かせますね。リンゴの丸みを今書いてますよ。ね、丸みが9の、リンゴは9の形してますもんね。ほら、ここにこうやって入ってるっていうイメージですよね。 ここは大切です。さあ、どうかな少し見えてきたかな猫、ね、こうだよね。さあ、どんどん立体感を強調していこう。うん。では、この蓋ですね。蓋はこの階の明るさかなね。ここは一番明るい。二番目だもんね。 このくらい。またこう、ちょっとこすって、こうですね。はい。ほら、ここの蓋が一番明るく見えるでしょどうだろううん、1、2、3ね。そしたら、ここのところは、ちょっと暗いよね。当然にしてね。こうだろうか。またこう、こすって、 でね、でもよく見るとね、まだ実にあるんだよね。ちょっとはみ出た線をね、きれいにしていかないでしょうかな。うん。ここのね、紙の厚みを少し書いとこう。このくらいかな。ねえそれで、 こう、こう、暗くなるんだけど、これの影がね、ここに落ちてるんですね。こうやって、影が。ねえ、影です。ほら、こうなってる。だからやっぱり、ねえ、光と影というのは、いろいろとよく観察すると楽しいですね。実に、こう、複雑な関係になってます。さあ、 ここは123でしたよ。そしてここは内側の暗いところ。こうね。しっかり書いておきましょう。リンゴのヘタの凹みのところもちょっともう書き始めますね。はい。どうかなうん。ね。よし。 そしたら、一この2、3のところの関係をもう少しはっきりと、もう一回、ね、鉛の線を重ねて、1、2、3がはっきり見えてきたら、今度は髪の厚みを少し作ろうかな。こうだよね。ほら。ねえ。立体感ぐっと強まったでしょ。うん。 あの、ちょっと厚みのあるね、紙の箱に見えてきたかな。そしたら周りをきれいにして、今度はね、床に落ちたね、この箱の影を描こう。ここですね。こうやって。こういうふうに。ほら。ね。こうやると、本当に、 重み、重さのある箱がちゃんと床に乗っかってますって感じに見えてくるよね。こうです。いいかな、うん、そして最後、練りゴムでこのリンゴのね、ツヤツヤっとしたハイライトを描きます。ね ほら、どうだろう。はい、出来上がりです。はい、えー、書き上がりましたね。どうでしたかやってみて。ね、箱ですよね。うん。もうこうやっぱり、こういう基本的な形、基本形ですね。これが、やっぱ、そこそこね、こう、描けるようになると、えー、いろいろな複雑な形も、 それに応用してね書きやすくなるわけですねしかも今回は中にリンゴをポンと1個入れましたお買い方もね一生懸命に書いて楽しんでいただけたら嬉しいですということでね最後まで見てくれて本当にありがとうチャンネル登録もよろしくお願いいたしますはいそれではまた